はい、こんにちは。英語ブロックのリゾートあつしです。動画を見ていただきありがとうございます。本編の前に少しだけ英語ブロックについて説明させてください。主なコンテンツが英単語、単突英文法、仕上げレッスンになっています。今回説明していくのがこの仕上げレッスンですね。いろいろなコンテンツがあります。その他に英単語すべて合わせて1134語、単突英文法というのは100講座あります。こちらは中学生で習う英文法についてすべて説明しています。動画の方全部ありますのでぜひ使ってください。無料で使えます。おすすめがクロスワードパズルになります。こちらについては他の動画でも解説しているのでそちらをぜひ見ていただきたいと思います。パスワードチャレンジっていうのもあるので楽しみながら取り組めると思います。英語ブロックっていうふうに検索してもらうとホームページが2つあります。まず英語ブロック .net っていうのが主に英文法と動画が中心、英語ブロック .com っていうのが主に英単語とテキストが中心になります。どちらからでも行ったり来たりはできるので大丈夫です。今回は英語ブロック .com の方のトップページから進めていきたいと思います。今見てもらっているのが英語ブロック .com の方のトップページになります。はい、では不規則動詞の過去形と ing 形の15ずつの4枚目について説明していきます。まず、トップページのここですね、プリント教材ってとこがあるのでこちらをクリックしてください。はい、そうすると次のページですね、上からずっとスクロールしていってもらって、ここですね、不規則動詞変化表過去形と ing 形というところをクリックします。はい、そうすると2種類あります。40語ずつっていうのと15ずつですね。これは40語ずつは復習で後で使ってもらえればいいと思います。まず今回は15ずつので、4枚目ですね、説明プリントの4枚目、4っていうのをクリックします。はい、今回勉強するのはこのプリントですね、この15なんですけども、印刷したい時にはこの上の PDF ファイルっていうのを開いてもらうと、下の方に今、プリンターのマーク出てるんですけど、まあ、こういうとことか、あと画面上から右クリックですねすると印刷とか出たりすると思うのでそちらから印刷してみてください。はい、では今回このプリントを加工しているものがあるのでそちらを使って説明していきたいと思います。現在形、過去形、ing 形ですね、この順番で出てきます。まず31番ですね、ちょっと拡大しますね。ではいきます。まず31番が、teach ですね、過去形が taught で ing 形が teaching ですね。 teach taught teaching teach taught teaching、 この taught の gh は発音しないけど書かなくてはいけない字ですね。はい、32番、 tell told telling tell told telling。 はい、33番、 leave left leaving leave left leaving、 この left は過去、左ですね、左っていう意味の left と同じ、見た目も同じだし発音も同じ単語ですね。 leave の過去形は左と同じ単語ですね。はい、34番いきます。 send sent sending send sent sending、 D が T に変わるパターンです。はい、35番ですね、 think thought thinking think thought thinking、 この GH も読まない字ですね、先ほどの thought と同じですね。はい、 think thought thinking。
はい、36番。 Begin, began, beginning。 Begin, began, beginning。 まず発音で Begin で、これ銀の方が銀ですね。 Begin って後ろの方が強いんですね。で、began も後ろが強くて、beginning ですね。これもここの部分が強いと。過去形が began。ing 形つけるときは、ここ、単母音と子音字っていう組み合わせなので、n を重ねて、もう一つつけてから ing つけます。beginning ですね。はい、37番。keep, kept, keeping。keep, kept, keeping。はい、38番 Lend, Lent, Lending。 Lend, Lent, Lending。 D が T に変わるパターンですね。はい、39番ですね。 Forget, Forgot, Forgetting。 Forget, Forgot, Forgetting。 まず、Forget を後ろ強く読みます。なので全部他のも後ろ、まあここですね、G の後ろの部分を強く読んでいます。過去形が、forgot で、これここだけだと get ですよね。 get と got ってありますけど、あれと同じで前に for がついただけで後ろの形は一緒ですね。 get の部分が got に変わると forget, forgot で、 forgetting、 ここが単母音と子音字ですね。まああまり forget を ing で使うってことはないですけど、まあ、一応形的にはこういう風になります。最後40番ですね。understand, understood, understanding。understand 後ろここの a の部分を強く読みます。なので他も後ろ強く読んでます。understand, understood, understanding。ですね。で、これもstand って立つっていう単語があって、stand, stood っていうふうに変わるので、その形と同じですね。stand の部分が stood に変わると。Understand, understood, understanding。 はい、一応10問ですね。はい、では、10問ちょっとざーっと復習なんですけど、はい、31、35ぐらいまでちょっとざーっと見ていただいて、例えば leave の過去形は他の単語と同じですよね。あとは例えば下にずっと行って、36番 begin の ing 形どうでしょうか。大丈夫そうでしょうか。まあ、一度でなかなか覚えられるってもんではないので、何度も繰り返しで覚えてもらえればいいと思います。で、今回ここまでで40なので、1番からこうつなげて見ていただいた方は、ここまでで40問なので、45ずつですね。これ45ずつっていうのができます。できるというか全部見たことある単語になるので、ここですね、1枚目っていうとこです。はい、なのでこれをぜひ復習用に使っていただければいいと思います。これに関する動画も撮っていくので、ぜひよかったら見てください。はい、ありがとうございました。